今日も雪の中での釣りとなりました。今日使うのはこんな毛針ですね。ちょっと見にくくて申し訳ありません。ゼンマイの胴ですねに、ワイヤーを巻き込んであります。で、私の場合は確実に毛針を沈めたいので、必ず釣る前にこうやってあらかじめ水につけてよく指で揉んでおきます。そして、さらにですね、これがちゃんと沈むか、まだ浮いてますね。意外とこれしばらく浮いちゃってるので、しっかり指で沈みますね。沈むのを確認してから釣りに入ります。ないかな。水温測ってみます。水温5度、5度ですね。5度は厳しいな。ちょっと早いな。もうちょっと行くんだと思うけど、
寒い寒い、冷たい。ピカや、ありがとうね。帰れるか。